阪神、原口、球審次第に励まされる。セリーグの CS ファイナル第1戦、ヤクルト対阪神で事件は起こった。阪神が3点差を追う2回、牛二塁での原口の打席。8球もファウルで粘るなどした後のフルカウントからの13球目、小川のフォークにバットを止めたが、一塁塁審の山路のコールはスイング。空振り三振となってしまった。この判定に対して温厚な原口もさすがに激怒。山路塁審に対して何やら怒声を発した。場内は騒然とし、ネット上でもあれは振ってないやろと誤信騒動に発展した。また、阪神の攻撃が終わり、原口が一塁の守備に向かった際、原口が白井球審に声をかけ慰められるように腰をポンポンと叩かれる一幕も見られた。これには、白井球審の神対応や、球審の白井さんが原口を慰めてる、とこっちでもちょっとした話題になった。見直したぞ白井。思ってた以上に励ましててくさ。白井球審のいい人キャンペーン。審判なのにこういうのはあかんやろ。お前がボールにしたれや。